こんにちは下坂恵理子です今日はメルマガの開封率を上げる3つのポイントをお話しさせていただきたいと思いますメルマガの開封率の皆さんは気にしたことがありますかあなたが書いた文章そして言葉 sns でもそうなんですけれどもあ,のあなたは sns とかメルマガにあなたの時間を使って文章を書いてお客様に届けようと思って書いていますよね で、それがどのくらいの方に届いて、どれくらいの方に、まあ、心響いたのかなどは、普段から、あの、計測をしていますかで、あなたがせっかく使った時間を無駄にしないためにも、このお客様に、あなたの言葉、あなたが送ったメルマガの言葉ですね、言葉とかがしっかり届いたのかどうかを気にするということは、一つ大きなポイントになります。で、メルマガの開封率というのは、 通常ですとですね、あの大体、だいたい10%とか。 15%ぐらいあると、あの、まあ、良いという、あの、良い方みたいなことを言われています。で、残念ながらですね、まあ、メールマガ、あメール離れも少し進んでいるのもありまして、まあ、現代はですね、結構 LINE とかメッセンジャーとか、まあ、そういった方の方が到達率が良いこともあるんですけれども、とはいえなんです、あの、大物、大物の企業さんとかですね、あの、もちろん、あの、会社さんとか、しっかりビジネスを取り組んでいる人、 こそメールマガジンメールでのお客様への接触というのはあのすごく心がけていることなんです。なので、やっぱりこ,のこれからですねメール、オンラインビジネスを取り組んで、しかも仕組み化したい人はですね、なおさら 仕組み化するということは、なおさら言葉とかそういうメールだけでお客様を動かしていかなければいけないので、あのやっぱりメルマガの到達率、開封率を上げていく、そしてコンバージョン率といって、お客様がアクションするあの割合を上げていくというのは非常に重要になります。というわけで、本日お話しするのは、その3つのポイントをお話ししたいと思いますあの。メールの開封率を上げる3つのポイントです。 でこれをしっかり意識していただいてあなたもあのすぐ、ね、取り組めることなのでやってみてほしいかなと思います。それではメールマガジンの、うん、開封率を上げる3つのポイント1つ目です。1つ目はですね配信時間に気をつける。配信時間に気をつける。はい、これはですねあのもしかしてあなたはあの時間をこうセットするとき、ね、配信時間をセットするときにどのようにしていますか はいでまず1番は、ですねお客様に読んでもらいやすい時間帯というのがあるんですね。でこれは、ですねあのそれぞれのお客様に会う時間というのがありますので、ぜひリサーチしてほしいんですけどもあの、自分のお客様は何時だったら、自分のメールを、まあ、開封して読んでくれるだろうかということを考えてみてください。 で、テストの方法はですね、まあ、あの、自分がこの、この時間かなっていう思う時間に、まあ、送ってみることなんですけれども、送ってみないと、やっぱり、あの、お客様の反応はわからないので、どの時間帯がある、いいのか、朝がいいのか、昼がいいのか、夜がいいのか、まあ、真夜中がいいのかとかですね、あの、そういうところを、あの、ちょっと意識をして、あの、送る時間を気をつけてほしいと思います。で、二つ目ですね、メルマガ開封率を上げる二つ目のポイントはですね、 トップに読みたいキーワードを書くということですね。読みたくなるキーワードを書くということです。えっと、お客様ってですねめあの、忙しいんですね。非常に忙しいです。お客様は非常に忙しいということをまず頭に入れてください。そんなお客様、そんな忙しいお客様が自分の手を止めてあなたの言葉に 耳を傾けるのではなく、まあ、読む、目を、目を傾けるって言うんでしょうか。はいあの。読んでくれるにはどうしたらいいか。それはですね、トップにお客様が今現在困っていることとか、これ読みたい、読まなきゃって思うことをしっかり書くということなんですね。 そうですね、例えばあなたが子どもの、ね、お世話とか子どもと楽しくお話をしている時にまあピコンとなんかメールが来たとしますねで。そんな時にどんな言葉があったらそのお客様は読んでくれるか例えばそのお客様はまあ日中はそうやってお相手をしているけれどもあの心の奥底がです、ね、あ集客うまくいかないどうしたらいいんだろうかもう集客のことから頭から離れなくてもうあの眠れないわっていう人だとしたら なんかもうこれをこの秘密を知るだけで集客が何とかこうとかで書かれていたらもうそれは目を目にく付づけになりますね。で今回のこのじゃあ動画を見てくれた人もじゃあメルマガを開封率を上げたいって人ですね。あそっか自分の言葉ってお客様に届いてないかもしれないじゃどうしたらいいんだわからない。 そんなにに困っている時に、まあ、私の,あのメールが来てです、ね、あのメルマガの開封率を上げる方法ですよということをあのぜひ見てねって,ていう感じで送られてきたらどうですかあなたが今まさにメルマガのじゃあに不安を感じているということですね自分のメルマガに自信がない不安が,な不安があるちゃんと届いているか不安このままでいいのか不安どう進めていいかわからない。 で時に、ピょこんとですね、興味のあるメルマガの反応を上げる、お客様との,あのコンタクト、エンゲージメント、関係性を上げる方法っていうのが送られてきたら、まあ、すぐ見ますよね。すぐ見るか、もしくはしっかり覚えておいて、後から見るかもしれませんが、まず見たいと思うんですね。そういうふうにあの、あなたのお客様が今何に困っているのかっていうこととか、あなたのお客様がこのタイトルだったら、この情報だったら欲しいということをしっかりですね、ど に書くっていうのは大事ですねよくね、あの下の方に書いてしまう人もいるんですけど、それだとね、最初にあのこんにちは、何だかこうとか、今日はなんか天気がどうとかこうとかって書いてあるうちに、なんだ、時間の無駄だと思ってやめてしまうんですね。なので、ちゃんと一番上にあの、ちゃんとキーワードを書いておくということが大事です。でもちろん、それに対したあの情報ですね、価値ある情報をお伝えをするというのは大事です。はい、というわけで、2つ目はですねあの、トップに読みたいキーワードを ちゃんととと書くということですね、はい、そして3つ目3つつ目目ですね3つ目は、行動を促す、うん、と言とを最後に入れるということですね。ちょっとポイント2と被るんですけれども、ポイント2でですねあなたがちゃんとお客様の悩みを解決するようなことを言ってあげたとします。でこの後が非常に重要で、じゃあ、それをふんふん分かったって言って、お客様は理解したとしますね。 じゃあ、そこでどうするのか。あなたは、じゃあ、こうしてくださいっていことを提示してあげると、お客様はそれを読んだ後、行動することができるんですね。で、実はですね、人ってこう行動、一歩踏み出すことができた時って、結構快感なんですね。 気持ちいいんですね、はい、なのであのお客様に明確にあ,のあなたはだからこうしてくださいねってことを指示してあげるとですね非常にスムーズにお客様はあのじゃあこのボタンを押してもっと知ろうとかあのじゃあ自分の,この今の悩みを解決するためにあのちょっとこの行動してみようとかそういう気持ちになるんですねなのであのその、ね、コールトゥアクションというんですが CTA といいますがあの例えば最後にボタンをつけといて。 あげるっていうのは非非常常にに親切なことででスムーズですね届いたメルマガを見てであなるほどって思ってお客様がこう押すことができるので一歩踏み出すということを背中を押してあげるということがあなたのメルマガ一つでできるわけなんですね。やっぱりお客様にせっかくあなたの時間を使って、うん、といい情報を届けたらそれを行動してお客様がハッピーになってほしいと思いませんか 私はそう思うんですね。せっかくお時間を使って、お客様が、今回の動画もそうです。私の、あの、じゃあその情報を受け取ろうと思って見てくださっていますよね。なので、そんなあなたがしっかりと行動して、その結果、よかったって。あの時、この動画を見て、よかった。じゃあ、メルマガの到達率が上がったとか、お客様の開封率が上がったとか、ちょっと気をつけたら、なんとお申し込みが入ったとか、そういう言葉を聞けたらですね、私はもちろんファッピーですね。 なので、やっぱり情報を渡すだけでなく、お客様にしっかり行動してさせてあげるっていうのがすごく大事になります。はい。なので、えっと、今日はですね、3つのポイント、メルマガ開封率を上げる3つのポイントということをお伝えさせていただきましたが、1、配信時間に気をつける。2、トップに読みたいキーワードを持ってくる。3、行動を促す。えっと、行動を促してあげるということですね。 これをやることによって、あなたから来るメルマガは楽しみというふうにお客様は思ってくれるんですね、自然と。まあ行動できるとね、この人といると、あの自分がちょっと一歩進めるなとか、そういうふうに感じていただけるので、ぜひあなたのメルマガは、 他ののののメメルルママガガ見見ななななないいいけけけど見るみたたたたたああ言葉の届け方をしててだけたらと思っておりますじゃあですね、これがじゃあ役に立った方はですね、ぜひチャンネル登録とか、私のメルマガに登録していただけますと、あなたにもっともっと海外のツールのことですとか、このねあのメール、メール到達率をちゃんと計測するツールのこととかですね、うん、他にはマーケティング情報とか、まあ私の小話とかをですね、メールマガジンとかで送らせて いただきますのでぜひこのあの説明欄にあるコメント欄にある、えっと私のメルマガを登録してくださいはい登録してくれますか <laughs> はいそれではですね今日もお聞きいただいてありがとうございますまた配信していきますので楽しみにしていてくださいじゃあねまたね